ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、魔理沙。私ね、日本史が好きっていう人って、戦国時代が好きな人、幕末が好きな人、それ以外の時代が好きな人、この3つのタイプに分かれると思うの。だったら、さらにその中からタイプが分かれそうだな。幕末好きなら、新選組が好きなタイプと坂本龍馬が好きなタイプ、みたいな感じだ。あ、なるほどね。坂本龍馬と新選組って、京都のお土産の人気ランキングでも、ライバル同士じゃない？新選組のグッズを買う人は、龍馬のグッズは買わない、みたいな感じなのか？そうそう。そんな感じよ。どっちもかっこいいのにね。小説やテレビの影響で、坂本龍馬は正義の味方でかっこいいと思われているが、果たしてそれが真実の坂本龍馬の姿なのかな？え、どういうこと？実は、ダークな一面も持っていたかもしれないぜ。ってことで今回の動画は、9割の人が誤解している坂本龍馬の謎、についての話をしよう。ということで、どうぞ最後まで、ゆっくりしていってね。その1、写真の謎。まず、9割の人が誤解している坂本龍馬の謎の一つ目、写真の謎についての話をするぜ。写真？坂本龍馬の写真に何か謎が隠されているの？ああ、霊夢は、坂本龍馬の写真を見たことがあるか？あるわよ。2パターンあるわ。着物姿で椅子に腰掛けている写真と、たもとに手を入れて、何かの台に持たれている写真よ。そういえば、龍馬の写真って他にもあるの？ああ、2023年現在で6種類の写真が発見されている。たもとに手を入れている写真は、1865年から1867年の間に、長崎の上野飛駒スタジオという写真スタジオで撮影された写真だ。この写真に謎があるの？ああ、この写真の龍馬はたもとに手を突っ込んでいるだろ？特に不自然な姿勢だとは思わないけど、たもとの中に何か、大事なものを持っているのかもしれないなんて、思わないか？そう言われてみれば、何かを持っているようにも見えてきたわ。例えば、拳銃を持っているのかもしれない。そうでなければ、書物かもしれない。書物？龍馬って、そんなに勉強家だったの？龍馬を研究している人たちの中には、この時、龍馬が懐に入れていたのは、万国公報っていう本だという意見がある。それって、ざっくり言うとどんな本なの？万国公報はアメリカの法学者が表した国際法の教科書で、当時、龍馬はこの本を訳して発行しようと計画していたくらい、龍馬にとって、特別な書物だったんだ。でも、根拠はないのよね。他にはどんな意見があるの？怪我をしているのを隠している、という意見もあるぜ。なるほど、まあ、どの意見にしても今となっては確かめようがないわね。そんなことはないぜ。将来、画像解析技術が進んだら、着物のシワとか陰影から、懐にどのくらいの重さのものを入れていたのか、とか、どんな形のものを入れていたのか、とか解明されるかもしれないぞ。その2、戦中発作は嘘？まず、9割の人が誤解している坂本龍馬の謎の2つ目は、戦中発作についての話をするぜ。戦中発作？って、それってなんだっけ？日本史の成績がめっちゃいい人とか、坂本龍馬ファンなら知ってると思うんだが、大政奉還って言葉や薩長同盟って言葉に比べるとそうメジャーな言葉じゃないと思うから、ざっくり戦中発作について先に説明しておこう。戦中発作とは、坂本龍馬が考えたと言われる新国家構想だ。どうして、戦中発作って言われてるの？戦中発作は、1867年に、坂本龍馬が長崎から京都へ向かう途中、土佐藩の船の中で、同郷の後藤象二郎に示して、長岡賢吉という海援隊の大使が書き留めたものと言われてきた。どんなことが書かれていたの？朝廷への政権奉還や、二院制議会の設置、外国との不平等条約の改定、憲法の制定、海軍の拡張などの8か条だ。なるほど。船内で構想した8か条だから、戦中発作っていうのね。いかにも、近代国家って感じの8か条じゃない。さすが、坂本龍馬だわ。ところが、この戦中発作、最近の研究によって、本当に坂本龍馬の考えたオリジナルの構想なのか、そもそも、実在していたのかが、疑問視され始めているんだ。え、どういうこと？まず、この戦中発作には原本がない。だって、それは、船の中で口頭で喋ったものを書き残しただけのメモみたいなものだったからじゃないの？でも、原本を読んだっていう証言もないんだぜ。だからって、坂本龍馬の新国家の思想がなかったっていうの？そこまでは言わないが、でも、実際、2010年代の文献調査によって、今では戦中発作って、明治以降に龍馬の伝記が書かれる時に創作されたのでは？っていう見解が、有力になっているんだぜ。じゃあ、龍馬が新しい日本のことを考えていたっていうのも否定されてるの？いや、存在が疑問視されているのは戦中発作だけで、
俗に新政府公領策と呼ばれている書類は、龍馬直筆のものが2枚現存しているから、ちゃんと龍馬は日本未来のことを考えていたことは間違いないぞ。よかった。戦中八策という書物も、それにまつわる出来事も全て創作だったとしても、龍馬という人がとても有能で、魅力ある人物だったからこそ、そういう創作が生まれたと思うんだ。その3、坂本龍馬の銃の謎。9割の人が誤解している坂本龍馬の謎の3つ目は、龍馬のピストルについての話をするぜ。龍馬といえば、ピストルを持ってる侍っていうイメージよ。考えてみれば、そんなイメージの人って、龍馬だけかも。そうだな。和服でピストル持って、ショートブーツを履いたら、誰でも龍馬っぽくなるぜ。そういえば、龍馬ってどこでピストルを手に入れたのかしら？ほら、謎だろ。例えば、何丁持っていたのか？誰に習ったのか？とか、気にならないか？確かに気になるわ。だって、誰でも気軽に持てるようなものでもないし、簡単に扱えるものでもないでしょ。そうだろうな。とはいえ、龍馬が残した手紙によると、龍馬の妻、お龍も、銃の練習をしていたそうだから、女性でも、扱えたんだろう。かの有名な寺田屋事件の時、もし、龍馬がピストルを持っていなかったら、龍馬の命運はその時に尽きていたかもしれない。そのピストルは、どうやって手に入れていたのかしら。倒幕派の藩、長州藩の高杉晋作から送られたものだ。ということが同じ長州藩のリーダー的存在だった、桂小五郎宛ての手紙に書き残されている。へぇ、維新の志士同士で、そんな交流があったのね。ちなみに銘柄的なものは何て言うの？スミス・ウェッソン・ファースト一周、というそうだ。そのピストルって、現存してるの？残念ながら、寺田屋事件の時に龍馬が投げ捨ててしまって紛失してしまい、未だに行方がわからない。寺田屋事件の時って、ピストルを使って逃げたのよね？実際に、被弾した人はいたの？ああ、伏見奉行所の役人が二人、被弾して亡くなっている。ってことは、龍馬はピストルの扱いに慣れてたってことよね。一体、どこで練習したのかしら？それに関しては、手紙や記録が今のところ、発見されていないから、不明だ。ただ、龍馬は、江戸での剣術修行中に砲術も習っている。ふるさとの土佐でも砲術を習っていたから、大砲とか銃に関する知識や経験はあった。銃が撃てるなら、ピストルも撃てるはずよね。高杉晋作からもらったピストルは、寺田屋の騒動の時になくしてしまったんだが、暗殺された時にも、ピストルを携帯していたんだ。それって、ピストルが遺品として残されてるってこと？遺品の写真だけが残されていて、絶命した時に携えていたピストルは、残念ながら、火事で消失してしまったんだ。龍馬の戦友とも言えるピストルも、もうこの世に存在していないのね。その4、いろは丸事件に関する謎。9割の人が誤解している坂本龍馬の謎の4つ目は、いろは丸事件についての話をするぜ。いろは丸事件の説明の前に、霊夢は、坂本龍馬に対してどんなイメージを持ってる？そりゃ、正義感が強くて、曲がったことが大嫌いで、行動力のある人ってイメージよ。正義感が強いってことは、どんな時でも人を騙したりしないし、嘘を吐いて人から大金を巻き上げたりはしないってことだな。当然でしょ。坂本龍馬がそんな悪事を働くわけないでしょ。なるほどな。霊夢のそのイメージを踏まえつつ、いろは丸事件の概要をざっくりと説明しよう。1867年慶応3年4月23日午後11時頃、いろは丸と紀州和歌山藩所有の船名工丸とが衝突し、いろは丸は瀬戸内海沖に沈没した。いろは丸って、坂本龍馬の船だったの？いや、いろは丸は現在の愛媛県にあたる伊予の国の大津藩が所有していた船だ。じゃあ、いろは丸は龍馬とどういう関わりがある船なの？いろは丸は、866年に伊予大津藩がオランダ商人ボードウィンから42船両で購入した160トンの蒸気船なんだが、その購入の際に、龍馬が関わっているんだ。どんな形で関わったの？この船は、もともとは薩摩藩の船だったんだ。それで、武器を購入しに長崎にやってきた伊予大津藩の藩士、国島六左衛門に、龍馬と薩摩藩士、五代才助が仲介して武器の代わりに船を進め、購入させたんだ。そして、龍馬は伊予大津藩に対し、海援隊は15日に月500両でいろは丸を借りる、という契約を結んだ。あれ？武器を買うために長崎に来た人に船を買わせて、それを海運に使うためにレンタルしたってこと？そんなことして、国島さん、大丈夫だったの？全然、大丈夫じゃなかったぜ。藩の資金を勝手に使ったと責められて、国島六左衛門は、切腹してしまうんだ。じゃあ、龍馬が船を売りつけなかったら、国島六左衛門は死ななくて済んだってこと？そんな曰く付きの船だっていうのに、龍馬は4月にはいろは丸を借りる契約をして、
たくさんの商品を積み込み、長崎から出港したんだ。ところが、さっき言った通り、紀州藩の船と衝突して沈没してしまった。龍馬からすれば、レンタルしていた船が沈没したってことになるわよね。そうなんだ。でも、龍馬はすぐに賠償交渉に乗り出した。紀州藩側は幕府の判断に任せるという方針だったが、龍馬は、あくまで紀州藩側の過失を追及したんだ。当初は海援隊と紀州藩との談判だったんだが、いろは丸を海援隊が借りる際、土佐藩も絡んでいたから、途中から土佐藩の幹部である後藤象二郎が交渉に加わった。ってことは、倒幕派の土佐藩対徳川御三家の紀州藩っていう騒動に発展したってこと？さらに、薩摩藩の五代才助からの支援もあり、紀州藩側から、最終的に7万両という賠償金をゲットすることに成功したんだ。過失があった方が賠償金を支払うんでしょ？それって、当然の権利じゃないの？正義は勝つってやつよ。確かに龍馬は、万国公法という法律を正義だとして主張して、多額の賠償金を紀州藩に支払わせることに成功した。でも、本当はいろは丸の方に過失があって、それを知っていながら、紀州藩を騙したとしたら、日本の偉人って言われてる人がそんな悪巧みをするはずないでしょ。とにかく、この時の交渉や証拠として提出した文献の話なんかをすると話が長くなるから、ものすごく簡単に言うと、船がすれ違う時、小さな船の方が回避義務がある。紀州藩の名工丸は、いろは丸の約6倍の大きさがある船だから、進路を譲るのは、いろは丸の方なのに、回避しなかったそうだ。つまり、過失はいろは丸の方にあった。龍馬は、それを知っていたはずなんだ。本当に？それだけじゃないぜ。この時に請求した賠償金の中には、いろは丸には、積んでいた重火器3万5630両や金塊など4万7896両198文も含まれている。それは海に沈んでしまったんだから、賠償してもらうべきものでしょ。ところが、沈没したいろは丸を潜水調査したら、銃も金塊も発見されなかったんだぜ。え、それって、そもそも、重火器だの金塊だの積んでなかったってこと？つまり、坂本龍馬は、紀州藩からお金を騙し取ったってこと？初めから積んでいなかった積み荷の分まで含めて賠償金を分取ったんだとしたら、坂本龍馬の正義って、一体、何だったんだろうな？なんだか、それが一番、謎のような気がしてきたわ。ということで、今回の動画はここまで。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。